ど、メタバースとつながっていく、今この世界観見てもらうとね、わかると思うんですけど、この中でプレゼンもできますし、やっぱズームとかいろいろ媒体僕も使ってきましたけど、なかなかブレイクアウトをするのがね、大変だなって思っているので、この世界の中で、例えばこうブースをね、作るじゃないですか。一個一個。で、作った時にそれぞれの国の担当の方々とお話ができていったら非常にね、面白いんじゃないかなと思って、今ちょっとこういう世界にも入っています。これが、あ、どうぞ。なんか、はい、すいません。ちょっと私、ここら辺がちょっとよくわからないんですけど、はい、メタバースっていうのは、この仮想空間のことって思ったらいいんですか？そうですね。今、ちょっとじゃあこれも紹介させてもらいますね。うん、今これ僕、メタバースの中でもガイアタウンっていうのを使わせてもらってるんですね。はい、で、ガイアタウン、あ、メタバースの中でもガイアタウンとかクラスターとか、まあ、いろんな媒体があるんです。で、このガイアタウンは、自分のまだデスクトップパソコンしか対応してないんですけど、パソコンにインストールするとまずこの世界に入れるんです。こんな感じですね、うん、でこれで入ってもらった後にですね、自分の部屋ですね、部屋に入るとこんな感じですね。そうすると自分とかパスワードを知ってる人がいつでも入れるような空間が出来上がり できます。なのでオフライン、ごめんなさい、知らない人との交流もできますし、知ってるメンバーだけでの交流もできたりします、うん、なので自分はこれがすごい魅力的だなと思ったので、こちらの方にも入らせてもらっていますね。これはさっき、あ、どうぞどうぞ、うん、あ、ごめんなさい、なんかなんて言うんですかね、ここの外のところで、じゃあ今からここに入りましょうみたいな感じでやり取りをして、みんなが集まってくるっていうイメージですか？そうですね。例えば何月何日何時にここに集まりましょうって、まあ、Facebook でも何でもいいんですけど言うじゃないですか、うん、でそこでまずはさっきのウェルカムエリアのところに入ります。はい、はい、でウェルカムエリアに入った時にみんなで集合します。あ、じゃあこっちで一緒に行きましょうっていうこともできたりします。へえ、はい、そんな世界ですね、これは。うん、うん、でこの部屋なんですけど、今入られてるところは自分でデザインできるんですか？はいはい、そうですね。例えばここ僕教育の窓口でカナダ、これで全部自分で今作っている最中なんですけど、全部画像を貼ることもできますし、こちら入ってもらうとテレビが見れる。サイトもですね、はい、テレビももちろん YouTube が貼れますし、こういう、うん、サイトなんかもね、見せることができます。ちなみにちょっと宣伝しちゃうとですね、今私たちがやってる会社は教育の窓口って言いまして、いろんな方々をこう教育関係者、先生方、保護者、いろんな方が集まる場所として、まあ、こちらを使っていきたいなっていうふうに思っています。なので世界中をつながることもできますし、とか、あとコミュニティ、いろんなコミュニティが教育に関してあるんですけど、コミュニティとつながりますとか、あと僕らは基本的にはいろんな人のサポートをしていきたいっていう思いが強いので、誰かがこうニーズがあった時に対してその出会いをつなげるとか、こうしたいとかを実現する会社になっています。はい、で別に特にお金とかも、まあ、いくらいくらとか取らずに寄付金だけで基本は成り立たせているっていう、どちらかというと NPO とかの方が近いのかもしれないですけどね。はい、そんなことを今やっています。はい、っていうところになります。はい、っていうところで一回じゃあこちらの画面に戻りますね。停止します。はい、はい、はい、っていうところでちょっとたくさん喋りました、すいませんでした。はい、いえいえ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。全部聞かせていただいて、はい、単純に思ったのが、なんか先生ってすごく、なんか日本の先生ってすごい忙しいっていうイメージがあるんですけど、はじまるさんの今のお話聞いてると、すごくなんかこうやりたいことをどんどん実現していかれてて、すごいなと思ったんですけど、はじまるさん自身、ご自身がこうどんな感じで授業の組み立てとか、はいはいはい、例えば外部からの講師を受けてこられたりとか、はいはいはい、っていうのはどういう感じで
されてるんですか？いや、ありがとうございます。聞いていただいて、基本のやっぱ学校の時間割が良くて、学校に行くの、まあ、朝ちょっと早いんですけど6時半に学校に行って、で4時半には全員帰ってきます。まあ、そのシステムっていうんですかね、そこがまず日本と大きい違うところかなって。部活動もないですし、はい、そういうのはでかいんじゃないかな。まあ、日本でもね、やろうと思えば時間管理的にはできるかなと思うのがまず一つと、あと個人的には、あの人数が少ないのもある、正直あるかもしれないですけど、授業とか僕何も考えずに子供たちに会うんですよ、まず。わかります？その場の雰囲気で、そのノープランで子供たちに会って、子供たちがやりたいっていうことをやります。へ、うん、はい。じゃあその時考える、はい、僕は考えないですから。僕は考えないです。だからこんなこと言うと、ここ世の中先生方何て言われるか分かんないですけど、僕は考えずに子供たちが提案してくるのを待ちますね。でそれで提案してきたものでやります、授業を。ただあれですよ、ちゃんと学習シュールに合わせますよ、強引に後付けで。やせないと怒られますからね。そうですよね。はい、トランプだけできないですもんね。はい。でも全部頭に入ってるっていう言い方あれですけど、うんうん、僕中学の理科しか教えて、中学の理科をずっとやってきたので、理科に関してはすごい自信があるんですよね。うん、今までやってきたから。なので、うん、それに対して小学校に当てはめるだけなので、もちろん小学校の教材研究もしてましたし、だから子供たちがやりたいことはここだよなってことをピックアップしてそこに入れていく。っていうことをやっていけば、おのずと最終的に全部埋まるよねっていう発想です。うん、はい、じゃあやっぱりね、その実績というか今まで積み重ねてきたものを今応用してっていう感じですね。そうですね。はい、はい、中学校の場合やっぱいいなと思うのがね、中学校の理科の先生が教えることがいいなと思うのが、やっぱ中学のゴールが見えるじゃないですか。小学校から教えるに違って、中学ではこういう力がついていってほしいってやっぱ思うじゃないですか、僕らって。はいはい、だから中学校の理科のやってる先生方が小学校に教えてほしいと僕はぜひ思ってるんですけど、うん、そうすれば絶対ブレないし、小学校で学んできたことはそのまま同じようなことを中学でもやるので、ちょっと発展させて、だからそれも教えられるし、だから、うん、ぜひぜひ日本でもその教科専科っていうんですかね、はい、専門の方が教えるようなシステムになっていったら先生方も楽じゃないかなとは思います。うん、そうですよね。はい、ちょっと話は変わるんですけ ど、はい、日本で教員をされてた時にやっぱりその忙しすぎて授業研究ができないとか不安みたいなものは元からあったから海外勤務にしたかったんですかね、それとも日本ではもうすでに満足されていたのかっていうところはちょっと聞きたいんですけど。 ありがとうございます。僕は一般企業に勤めてたんですよ、2年間。でその一般企業がパソコンスクール1店舗お任せしてもらって、それで経営するっていうことやってたんですよね。でそれを辞めて先生やったんです。で先生やった時に、初任の時ですね、理科の先生が僕しかいなくて、全く分かんないじゃないですか、理科。しかも3学年持ってた、一クラス単位しかないから、一発勝負の理科の授業だったんですよね。でその時によく思ったのが、もっとね、いろんな人とつながって、なんか連携していったらもっともっとね、効率よくできんじゃねえのみたいなことを考えてはいましたが、まあ、一回一回の授業をね、全力でこう先生方と生徒たちでやることによって、一緒に学ぼうっていうのはその時のスタンスで思いましたね。だって回んない。だからごめん、先生わかんないから、一緒にやらせて、って。正直に言って、それで授業スタートして、で子供たちもいい人いい子ばっかだったので、はい、一緒にやらせてもらうみたいなところがスタートしましたね。で2年目の時に1年間やってるからもう余裕じゃないですか、2年目だったら。だから2年目で、あ、じゃあこれ広めてったらいいんじゃねえのと思って、自分がやってきた授業なんか全部スライド作って、パワポ作ってまとめてっていう活動を2年目でして、で3年間で発信してっていう活動してましたね。あ、もうすでに、はい、学校外に発信されていた。そうですね、はいはいはい、はい、やってましたね。はい、その時間の余裕とかあったんですか？うん、ありましたね。すごいですよね。私のイメージは、すいません、はい、私も元日本で高校教員だったんで、はいはいはい、時間、学校での時間っていうのがすごくもう慌ただしいので、はい、毎日毎日、はい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 、で私の中では中学校は特にやっぱ忙しいイメージがあるんですよ。授業の空き時間も少ないし、
部活も持たなきゃいけないし、みたいな。その中で、その発信、パワーポを作って発信してっていう、そのエネルギーはどこから出たのかなとか。なんだろうな。そうですね。今振り返ってみると、楽しいからじゃないですか。楽しいんですね。かな。そう。別に作ることに苦もないし、それは教材研究って教材研究だと思うんですけど、教材研究って思ってないのかもしれないですね、僕自身が。だから、まあでも学校の授業内で、時間内でそれはやってたことなんですけど、だって僕は誰よりも2年目ですよ。2年目なのに4時半に帰って、かな？そう、あ、じゃあ部活が終わってからか。部活が終わってから帰って、そのまま夜8時から夜10時まで、フットサル僕好きだったので、週5で入れてました。はい、自分でチーム作って、3チームぐらいかな、作って、で、みんなで一緒にやろうぜって言って。体力がある。バイタリティかもしれないですね。はい。だから人が集まるのがすごい好きで、だから僕部活なんかもそうだったんですけど、地域の方を一緒に集めて、みんなで一緒にやりませんみたいな、試合やりませんなんつってやるとか、少年団のとこに行って、僕もサッカーずつやつなので、少年団のとこに行って、一緒に教えてくださいよなんて言って気軽に、子供たち連れて行くとか。はい、で社会人チームの持ってたので、社会人チームの方と一緒に試合、練習試合やるとか。で社会人チームってやるとすごいいいのが、お金払ってくれるんですよ。会場代を。あ、わかります。わかります。はい、会場代払ってくれるから、いいところでできるんですよね。だから、そのいい芝生で子供たち連れて、今日はできるよみたいなことを言いながらやるとかね。すごいな。そうすると楽しいじゃないですか。で社会人チームも、なんか、やっぱ子供に教えたいって思う方もね、たくさんいらっしゃって、だから子供たちに対してこう教えてくれる。で、僕は隣でガツガツ自分のサッカーやるっていう。はい、楽しみを。楽しみを満喫するっていう。いいですね。そうなんですよね。考え方次第かなって思いますよ、日本でも。やり方。やり方次第、ね。そうそうそう。それが怒られるかもしれないですけど、まあ怒られたらいいやと思って。はい、そこが強いですよね。やっぱりこう、日本って長いものに巻かれろ的な文化もあるので、なんかそんな新人が早く帰んなよみたいな。まあ、ありますよね。あると思いますけど、だって勤務時間ないですもん。勤務時間ですもん。守ってますもん、僕は。言えてしまうとこはすごいですよね。だっておかしくないですか、勤務時間なのになんでやんなきゃいけないのっていう。はい、いやでも当然でしょみたいな人いましたね、私の。すみません、僕そういう人間でしたので、はい、でその代わり、ね、はいはいはい、増えるといいですよね、はい、みんながマジョリティがそうだとみんなで帰ろうみたいになると思うんですけど、うんうんうん、そうですね。いや、ありがとうございます。テストとか宿題、コメントね、はい、来てくれてありがとうございます。コメントが、はい。はい。テストも宿題も、ある人は、あ、中学校はテストやってます。ちゃんとやってます。中間期末とかもあるんですか？はい、はい、はい。でもよく考えてみてください。誰が作ると思います？中間テスト、期末テストって。先生。僕ですよね。はい、はい。普通のものじゃないものを作る。いや、もちろんです、もちろんです。はい。いろいろやり方ありますよね。別に日本に合わせる必要ないじゃないですか。中間テストと期末テストって、なんでやるかって、評価するためじゃないですか。自分たち教員にとっては。別に日頃から評価してれば、正直やる必要ないと思ってて。でもやらなきゃいけないから、じゃあ何をするかってわかります？僕流にアレンジすればいいんですよね。レポートでもいいし、体験させてもいいし、別に筆記じゃなくてテストいいですよね。実技？実技もあるですよね。とか。おお。だからなんかその、だって授業実技なんですよね。そう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 。テストの概念を変えちゃえばいいですよね。でそれで困るって。テスト期間みたいに決まっちゃってるから。はい、ありますあります。この時間だけじゃちょっと外で評価してきますっていうふうにはできないと思うんですけど。難しいと思うんですけど、そしたら Google フォームと、僕楽するの好きなので Google フォーム作るじゃないですか。テストで子供たちに入って送って。で採点も勝手に Google フォームやってくれるじゃないですか。ポン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 って。はい、終わりっていう。それでリストですね。はい、すごい。テスト。紙じゃないです。紙じゃないテスト、はい。紙でやる必要はないと思うんですよね。そうですよね。はい、確かに紙でやる必要ないですね。だから、それに対してコメントもすごく多いですよ。いや、ありがとうございます。すみません。僕が好き勝手。好き勝手言っててすみません。田島さんの話を聞いて、いや、これめっちゃ嬉しいですね。めちゃ楽しいですよ。いや、めちゃくちゃ楽しいですよ、先生。僕、毎日幸せですもん。
いや、先生が幸せって、なんか大事と思うんですよね。うん、なんかすごい先生が疲弊して疲れて、こう、うん、こう、ギリギリの感じで、子供たちに接すると、やっぱり余裕もないから、そうですね、どうしてもビクビクしちゃったりとかね、はい、なると思うんですけど、先生が楽しんでたらもう子供たち楽しいですよ。だってね、余裕しかないですよ。余裕しかない。申し訳ないんですけど、余裕しかないです。だってのほほんとして、オランダとかもそうなんですけど、コーヒー片手におはようみたいなの言うんですよ。うんうん、その文化入らせたくて、だから職員室にとか、うん、あのコーヒーメーカーを僕、あのくじで当てたんですよ。たまたまね。それを置いといたんですよ、コーヒーメーカーを。そしたら皆さんそれ使ってくれてとか、お湯をとか、そういえばお菓子とかコーヒーとかを用意するのは僕大好きなので、そういう環境は作りますいや、それに命かけるっていうか、素晴らしい、はいはい、そうですね、提案してくる、はい、提案してくるものをやると言われましたけれども、子どもたちがそもそも提案してくる、発信するあのですね、今どのようにして導いてますか。多分僕が適当すぎるから、逆に子どもたちに先生これやってないっすよって教科書に言われるんですよこの単元やってないですね、ここやってないよ先生、まあ、それもサイト作ってるからなんですよね、狙いは年間通してこれやるよってことを最初に言っとくんですよ、うんうん、根本は。えでも先生このサイトここ出来上がってたんですけどどうすかみたいな感じで子供らが来るから、えごめんね、じゃあどうやるの、何やりたいっていう、はい、そんなスタンスです。教育の話からメタバース、そうですね、メタバースは絶対流行ると思ってて、僕1年半オンラインで Zoom やったんですよね。そうなった時に子どもたちの自由がなさすぎると思ったんですよ。やっぱブレイクとかあるんですけど、結局そこでこう先生が管理するっていう形だとストレスが半端なくて、僕はそういう人間なので、だから自由に交流できる場所としてメタバースを作りたいです。はい、なのでそれで言うと、多分日本で同じようなこと僕が今やってることできないので、僕日本に帰ったら寺子屋を作ろうと思ってて寺子屋実際のお寺さんをお借りして寺子屋っていう場所じゃなくてお寺なんですね。お寺です、お寺です。そこがテーマで、日本の文化とか日本の良さってそんなんだろう、心なんだろうね、お寺とかにあると思ってて僕は。最終的に禅みたいな、禅もそうだし、お寺って多分日本でいうと大事な場所にあるわけじゃないですか。何かしら多分あると思うんですよね、うん、そういう場所にこういろんな人が集まりやすいからとか、うん、そこら辺に異年齢の方、お年寄りも含めて小さい子も含めていろんな人が交流する場がまずあったらいいなと思って、はい、でサードプレイスを作ることが僕は必要だと思ってるんですよね。うんうん、はい、そこがまず物理的な場所として必要。さらにそこの中でメタバースの世界とつなげる、お寺をメタバースでつなげる、そうすると世界ともすぐ交流できるお寺みたいな、うんうん、なってったら、うん、でもめちゃくちゃ面白いなと思って、はい、いや発想がまずね、田島さんの発想が面白いし、それをなんかささっとこうできちゃう、はい、そのメタバースでもそうだと思うんですけど、はい、さっとその思い描いたものを形にできちゃう田島さんがねすごいなと思うんですけど、楽しいからじゃないですかね。楽しんでるだけです。今僕今しか本当に見てなくて、あの子供によく言われるんですけど、先生忘れっぽいよねってよく言われるんですよ昨日のことを忘れてるんですよ。だから多分この話も僕してること多分忘れちゃうかもしれないですけどだからマジでそうなんですよ、今しか生きてないです。先も見てないし、別にこんなんやったら面白そうじゃないのしかやってない、やらないっていう。だからね、いろんな答えがあると思うんですけど、はい、いろんな人が言われてますけど、そんな形ですね。だから日本の教育を変えてくださいって、はい、そう、僕ね、変えるっていう表現ではなくて、日本はすごいいいと思ってて、教育、変な話ですけど、変な話っていうかあれですけど、日本は日本でだって全員教育受けれますもんね。うん、素晴らしいですよね。そんな制度がある国って なかなかないと思ってて、でコロンビアで生活してると、うん、路上で普通に子供がですね、お金ちょうだいとか来るんですよ。でその子たちじゃあどうやって学んでるのとかやっぱ思うので、僕はだから日本っていうのは世界の子供たちに幸せになってほしいなと思って、そのためにはまずはやっぱ大人たちが幸せにいることが最大限重要なことかなと思ってますね、はい、でもそのお金配る子たちもね、やっぱ僕絶対お金あげるようにしてるんですけど、お金渡したりとかおもちゃあげたりするとすごい喜ぶんですよ、純粋に、うんうん、そういう姿をちょっとでもねできることから見ていったらいいなと思ってますね、うん、はい、
それが大事かと思います。なんかさっき立丸さんが教育って共に育つって書くっておっしゃったんですけど、本当なんか田島さん自身が止まってないっていうか、楽しそうだなって思うことをどんどん追求されてらっしゃって、多分そういう先生の姿を生徒さんたちも見てるから、なんかこうね、次これやりたいとかってやっぱりその、言いやすいと思うし、出てきやすいんじゃないのかなって。そうですね、最近面白かったのがマイクラあるじゃないですか。はい、マイクラのサーバー、子供たちがやっぱマイクラやりたいって言ってくるんですよね。そしたら、よし、じゃあやろうって言って、とりあえず見せてって、どんなのって言って、で、見せてもらって、すごいなと、自分も感動して、じゃあ、金払うから、ちょっとみんなでできるようにしてって子供に言ったんですよ。そしたら、子供たちが自分たちでサーバー作って、僕たちに学校のメンバーが入れるようになんかセッティングして、勝手にですね。で、僕は1000円だけ払って、で、学校作ってくれたっていうことがあったんですよ。でしかも放課後の時間にそれやってて、一回それはまあ授業中とか休み時間にそれを話をして、そのセッティングだけ場所だけ作ってもらって、家に帰ってから先生仲間と一緒にこう相談しながら、こんなことやってこんなことやってみたいな言ってって、すごいなこの子たちと思って、でそれを最終的になんか卒業式バージョンにしてて卒業式、だから体育館なんか卒業式バージョンにこう変えて、なんかかっこよく、そこに効果も入れてくれててとか、なんかね、可能性すごすぎるなあの子供たち。はい、ああいい質問ですね。どうなってほしい、何かもありますよ、もちろんありますね。僕やっぱ目標は自立ですよね。工藤先生もねよく言ってるんですけど、子供たちがもう中学卒業して僕仕事できるようにしたくて、正直なんで、自分のスキル、自分の得意とか自分がこれができるってことを知ってほしいっていう思いがすごい強いですね。だから今中学3年生の子には、自分、その子は動画編集とかサイトとかそういうことに興味があるので、もうそれをひたすらやってもらったりとかしましたし、中1の子なんかはイラストがすごい好きなので、自分で絵を作ってそれをどう勝ち続けるかっていうことをしてきましたので、あと当然お金のこともね勉強させたりとかしますけど、こんなことをするために自立してほしいなって思いがありますね。そして人のために生きる人になってほしいです、自立してから。まずは自分がね、やりたいこと幸せになって、そうすると幸せあふれるじゃないですか。そしたらその人たち、その生徒たちが世界中の子どもたちに幸せを提供できる人になったら素晴らしいなと思っています。すごい、なんか親の立場としてもやっぱりそのね、みんな考える力をつけてほしいって言ってるし思ってると思うんですけど、でもやっぱりじゃあそれどうやってやるってなった時に、なんかこう一方的に与えられることばっかりで学んでると、なかなかそうならないと思うんですよね。でも実際ね、田島さんの授業とかでこれやりたい、あれやりたいっていう発想とか、あと自分が得意なものをね、そうやってどんどんやって、マイクラから発展していったりとか。そうですね。なんか、なんて言うんですかね。マイクラはゲームだからダメとか、なんかそういう、なんて言うんですかね。視野が本当、田島さんの視野がすごく広いし、こう、受け止める器もすごく大きいんだなと思って、安心して聞かせていただきました。なんかそうですね。僕ら大人が、大人の方が多分遅れてると思うんですよ。絶対子供に比べて、子供から学ぶっていうスタンスがないと僕ら教員はダメだと思うんですよね。ありがとうございます。コメントもね、ありがとうございます。成長したと感じて、どんな時、僕昨日まさに感じまして、コロンビア学習発表会、総合学習の発表会があったんですよね。でそこで子供たちが大使とかいろんな方、大人の目の前でプレゼンするんですね。その時にやっぱ最初入学当時入ってきた女の子、1年生中1で入ってきたんですけど、やっぱ結構喋れなかったりとか、こっち言葉が詰まっちゃうとかするんですけど、すっごい堂々と喋ってて、でしかもさっきのメタバースを使いながらですよ、ガイアタイムを使いながら説明していて、サイトもこうやりながらとかね、その時にめちゃくちゃ感じましたね、成長を。まずはその後中3の男子なんかも言ってたんですけど、すごいなんか説得力もあるし、自分の言葉できちんと話せる子になってたのが嬉しかったですね。もうプレゼン力しっかりついてるってことですね。
やっぱそれもいろんな国と本当にその後道徳の授業で多分40回ぐらいかなやったんですよ、交流会を年間で。そうした時にやっぱ自分の言葉で話ができる子になってきたなとは思います。だからここに僕の生徒呼んでも多分話せますよ。へー、すごいな、やっぱ場数って大事、大事だと思います、はい。やっぱりなんか考える癖とかそういうのがもう訓練されてるんですよね、そう自然と。そういう授業を通じて、そうですね、はい、やっぱりなんかこう発信しようと思ったら、はい、こう自分でなんか ないとダメじゃないですか。何もないのに発表してってもできないので、何かこう心にあるっていうことが、そうですね、あ、それはあるかもしれないですね、おっしゃる通りですね。自分の2人ともそうですけど、僕が適当なのでしっかりしていくんですよ、勝手に。本当にそれがすごいっていうか、田島さんがなんか何ですかね、本当心が広い、うん、僕は全て受け入れればいいと思ってて、自分はですよ、僕の役目はですよ、違う人もいてもいいと思うんですけど、僕は全て子供たちのやつ受け入れる人として担当でこの学校にいればいいと思ってて、何でも言ってスタンスで言ってます。何とかするよ、何でも言ってっていう、そんな人は一人でもいてもね、普通に学校に来て楽しいじゃないですか。そうですよね、今日あの先生何すんだろうみたいなね、ちょっとワクワク感、それでもね、そんな場所があるだけでも子供らがね幸せになってくれればいいなっていう思ってます、うんうん、はい、そうですね、はい、うん、あとは本当に自分恵まれてるのが人に恵まれてるので、いろんな人が助けてくれるんですよ、うん、ありがたいことに。だから困ったら Facebook も使っていろんな人助けてってヘルプも出しますし、そういろんな方が応援してくれる、そこに尽きるかな。保護者もそうです。だから昨日総合学者評価会でやった時に、僕保護者に言われたんです。叩かれたという言い方ですけど、指導いただいて、あのこんな感じでやった方が先生いいですよって保護者が言ってくれて、いや助かります、ありがとうございますって言って、でそれで、はい、一緒にやって作り上げていくっていうのが必要だなと思います。すごいやっぱり考えが柔軟で、あの本当ね、そのどんどん今からの時代って変わっていくので、その今までのね、やっぱ私たちが受けてきた教育とかそういうのがこうずっとこう凝り固まってると、それに対応していくのが難しいと思うんですけど、そういうふうにね、どんどん新しいものを受け入れて、いろんな意見を取り入れてとかしてらっしゃる田島先生、すごい授業魅力的だなと思いますし、先生自身のあの、はい、ご活動とかもですね、あの今後すごい楽しみだなと思っています。はい、ぜひぜひ、ぜひ。はい、で、そろそろね、あの時間になってきたので、今後のあの、はい、ご予定など、イベントとかですね、はい。ありがとうございます。来ていただいて、そしたらですね、ちょっと共有させてもらいますね。はい。そうですね、まず1点目ですね、先ほどちょっと紹介させてもらったんですけど、あの、ガイアタウンっていうですね、メタバースの世界について、あの、ちょっと今度、水曜日ですね、日本時間でいうと2月23日の水曜日19時からあの私がレクチャーをというかね、させてもらいますので、ちょっとメタバースの世界に興味があるよという人は、うん、パソコンからですねインストールダウンロードしていただければそれだけで済みますので、あの参加してください。もしできなかったら私のズームで入ってもらってあのレクチャーしますので、遠慮なく言ってくださいというのが一つです。ダウンロードは無料ですか？ダウンロード無料です。はい。ありがとうございます。ですので、こちらの、はい、あの、リンクなどを後ほど全部貼らせていただきますので、ご確認ください。はい。お願いします。はい、で、多分、この世界はこれから発展していくと思うので、うん、僕は信じていますので、ぜひぜひ、興味ある人行ってください。で、これを早速使ったイベントを、こちらですね、で、やります。で、事業競争プロジェクトコクリといいまして、の文部科学大臣賞かな、受賞者もみじさんという方が中心に動いているんですけど、世界での同時で開こうということでやっています。で、キャンバーの使い方とかメタバース展示とかマイクロビットとかいう、あとは未来シートとかね、ピンパとかいろんなものは、マイクラカップですね、さっきみたいマイクラカップとかいろんなところでコラボするものの中で、まあ、自分がこちらを担当させてもらって、地球の未来を共に考えるってことをテーマに、あのいろんな国の方々と来てもらって話をするということをやります。で、ちょっとこの中身ではね、 YouTube ライブとか書いてあるんですけど、基本ガイアタウンにお越しいただいて、そこでリアルタイムで交流してた方が面白いなと思うので、参加したい方はぜひぜひガイアタウンに入ってもらって、リアルの人たちと
対話してもらえたらめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思います。はい、はい、で最後にですね、私別の活動で世界中の先生へつなげようみたいなことやってるんですね。なので、まあ、こんなねグループなんかでも私はね発信もしていますので、ぜひぜひ興味がある方、世界の先生とつながりたいという方がいたらのつながってもらえると嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。今日はねすごい盛りだくさんなお話聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひですね、あのガイアタウン、メタバースの世界とかですね、体験してみられたい方、来週のイベントですね、ぜひご参加ください、はい、ということで、はい、今日は、はい、田島るさんありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです、はい、ありがとうございました。